多摩市。多摩市は、東京都の多摩地域南部にある人口約14万7千人の、市。市域は、玉川中流湾岸に広がり、多摩丘陵の北端を占める。北端は、多摩川、南端は、多摩丘陵の両線である。多摩川の支流である大栗川とその支流である、湖田川が刻んだ、やや明けた、谷状の地形を持つ。 地域はこの谷状の地形に沿って東北東から西南西方向に長い形状をなし、起伏に富んでいる。北を東京都府中市、東京都日野市、西を東京都八王子市、南を東京都町田市、東を神奈川県川崎市麻尾区、東京都稲城市に接する。多摩ニュータウンが地域南部から稲城市、町田市、八王子市にまたがって造成されている。 南多摩地域では唯一高速道路と JR が通っていない多摩市近隣の市は全て両社または一つ通っている多摩都市モノレール線と私鉄の京王線小田急多摩線が通っており鉄道の便は確保されている東洋経済新報社の住みよさランキング2015の総合評価において多摩市は関東地方での順位は15位 東京都での順位は3位と上位にランクインしている。また、同ランキングで、多摩市は人口に対する商業の利便性を評価した利便度において全国順位で30位、財政健全度を評価した富裕度において全国順位で24位になっている。多摩市の財政状況は決して良くないが、それ以上に悪い自治体が相当数あるため、 2007年度の商業統計によると、多摩市内の商業集積地の年間売上高としては、多摩センター駅前、33、140、100万円と、成績桜ヶ丘駅前、47、612、100万円が突出した規模となっている。それぞれ、東京都の都心東京点地区と一般拠点地区に位置づけられている地区である。これらは、地理的には、 玉センター駅周辺は八王子市と隣接し、成績桜川岡駅周辺は府中市、日野市に隣接する玉市の端っこだが、どちらも玉市都市計画マスタープランで広域型商業、業務地と位置づけられる玉市の中心地である。当市は業務各都市の指定を受けている。文部科学省が公表する地盤のデータをもとに、 現代ネットが地震を想定して作成した揺れに強い東京の街ランキングでは、多摩市が1位となった。多摩丘陵ではおよそ3万年前から人が住み始めたと言われている。昭和40年あたりから広範囲に、宅地や商業地の造成、多摩ニュータウンの開発などが行われることが決まり、それに伴い大規模な遺跡発掘調査が行われた。縄文時代、古墳時代を中心に、 遺跡調査が綿密に行われ、古いもので、旧石器時代である、約2万5千年から2万年前の石器が、豊かが丘で出土している。縄文時代、約1万年前には、大栗川、小った川沿いの高台に、多くの縄文人が定住し、複数の村を、形成しており、長い間、およそ7千年間この地に定住をしていたと思われる。和田西遺跡。 約5700年から4700年前では、大型建屋式建物跡が7棟も発見され、集会場などとして利用されていたと考えられている。しかし、縄文時代後期、約4000年から3000年前に入り遺跡数は急激に減る。その要因として、人口急増や気候の寒冷化に伴う食料の枯渇、箱根山や富士山の度重なる噴火、 稲作の始まりによる定地への移動などが挙げられている。東京ではあまり発見されない、縄文時代湾期前半、約3000年前の遺跡、神道遺跡、集団墓地が、多摩市で発見され珍しい遺物が出土しているが、その遺跡を最後に、古墳時代まで、ほぼ定住者はいなくなったと考えられている。多摩市和田周辺では昭和40年代以前には、 畑を耕したり大雨が降ったりすると、縄文土器が出土することがたびたびあったと言われている。東京都埋蔵文化財センターでは、遺物の展示頭ニュータウンナンバー57遺跡、東京都指定文化財の保存と活用を兼ねて建設された遺跡庭園があり、縦穴式住居が3棟復元されている。50種類の樹木などを植栽するなど、 当時の景観の中で散策ができるようになっている。全国的に珍しい八角形の古墳、稲荷塚古墳、東京都指定文化財が百草にある。業界岩の霧石を用いた石室など、当時としてはかなり成功な技術で作られているため、その重要性が指摘されている。当初、円墳と思われていたが調査をした結果、東日本では初めての発見となる。 八角墳と判明した。全国でおよそ15万基作られた古墳のうち、八角墳は全国で15例ほどしかない。稲荷塚古墳の築造時期は7世紀前半と言われているが、その後八角墳は主に天皇陵、天智天皇、天武天皇、児童天皇などの古墳として築造されている。なぜこのような高度な古墳がこの地に作られ、 どのような人物が埋葬されていたかは不明である。稲荷塚古墳の近くには、薄井塚古墳があり、こちらも築造時期は7世紀前半で、両海岸の霧石を用いた石室である。他、6世紀中頃から7世紀中頃までの100年間に、渡り、作られた塚原古墳群、塚っぱら古墳群がある。江戸時代後期の、新編武蔵風土機構には、古墳が、 元禄の,の頃には四十から五十基あったが、十四、五基に減少した。とされている。しかし現在までに確認されているのは十基である。河原石を用いた横穴式石室を持つ古墳群である。他に、玉丘陵最大の横穴母群である中、和田横穴母群や甲信塚古墳、四堺にある日の一満蔵院大古墳群など六世紀中頃、七世紀中頃にかけて、 いくたの古墳があり、都内でも有数の古墳群の一つである。しかし現在はそれらの古墳のほとんどは姿を消し、確認できる古墳は少数となっている。桜ヶ丘住宅地は、当時の京王帝と電鉄が計画的に開発した住宅地で、成績桜ヶ丘駅、京王線の南側から、長山駅、小田急多摩線、京王相模原線の北側にかけて広がる。 多摩丘陵の北端に位置するため、長房良好の宅地が比較的多い。自然条件を十分に生かした高級住宅地という位置づけで、一区画は平均100坪となっている。地区計画で敷地面積は最低で50坪、165平方メートルと定められ、それ以外の分割は認められていない。1960年に工事がスタートし、 1962年に第一期分譲が開始された。1963年には、この住宅地から都心への速達のために、京王線で無料特急の運行が開始されて、静石桜川丘駅が停車駅となり、新宿までの所要時間は25分となった。この開発に関連して、静石桜川丘駅前の開発も行われ、京王静石桜川岡 成績桜が丘オーパといった商業施設や京王電鉄本社やパシフィックコンサルタンツ本社といったオフィスビルが進出した。多摩ニュータウンは多摩市南部から稲城市、八王子市、町田市にまたがって開発された東西約1 5トル、南北約5キロメートル、区域面積約2884ヘクタールの日本最大規模のニュータウンである。 京王相模原線では、若葉台駅玉境駅間、小田急玉線では、小田急長山駅、唐木田駅間に広がる。この玉ニュータウンの中心地として、玉センター駅南側一帯の玉センター地区が都市センターとして定められ、ココリアや伊東洋華堂といった商業施設や、朝日生命玉本社やベネッセ東京本社といったオフィスビルの立地が進められている。 事業手法としては、土地区画整理事業及び、新住宅市街地開発事業である。土地区画整理事業区域では、集合住宅や小建て住宅、商店が適度に混在した街並みが形成されている。新住宅市街地開発事業区域は、近隣住区理論に基づいて開発された街並みで、区域全体にわたって、自動車と交通を分離した歩行者専用道路、遊歩道が整備され、 車道を一切横断することなく、移動ができ安全である。この歩行者専用道路は、多摩センター駅前、長山駅前のペデストリアンデッキ、歩行者デッキとも接続している。当初は、東京の住宅不足の解消のために計画され、1971年に、諏は長山地区で入居が始められて、多摩ニュータウンの人口は1974年に3万人に、達したが、 入居開始のわずか2年後の1973年に起きたオイルショックでは高度成長期の終焉とともに住宅不足は沈静化し多摩ニュータウンは計画の転換を迫られた。そして1982年に東京都のマイタウン構想を受けて多摩ニュータウンは住宅だけでなく業務、商業、文化の機能導入も図っていくこととなった。 住宅も多彩なものが供給されてゆき、多摩ニュータウンは理想的な都市を作る計画に変わっていった。その後、多摩ニュータウンの人口は1985年に10万人、1991年に15万人に達した。多摩ニュータウンで主に住宅を供給してきた住宅都市整備公団が1997年に分譲マンション事業から撤退して、以降は 未開発の土地が売却され、民間が多摩ニュータウン開発の中心を担うようになった。2000年代以降、多摩市内では多摩センター地区や幹線道路沿いを中心に民間のマンションが次々と建設され、多摩ニュータウンの人口増加を牽引している。そして2010年に多摩ニュータウンの人口は21万人に達した。多摩ニュータウンは京王線で 新宿から30分圏内にありながら、市街地の30%を公園や緑地等が占める緑豊かな街並みが評価される一方で、2010年現在の多摩、ニュータウンの高齢化率は全域で16.0%に達し、住民の世代交代が課題となっている。ただし、同年の東京都の高齢化率は20.3%。初期に開発された巣は、 長山地区では大規模集合住宅の建て替えが複数進んでいるほか、中古物件として流通している既存の集合住宅をリフォームして住むことが提唱されている。多摩ニュータウンで1970年代後半以降建てられた集合住宅は21世紀に入った今でも家族居住に十分な居住面積であり、これらを中古で安く購入して新築同様にリフォームし、 一般的に大きい負担となる住宅取得のコストを低減しようというものである。鉄筋コンクリートの建物の寿命は100年と言われていることから、これは環境面でもエコである。2014年版、統計玉によると、当時の2014年時点の人口は147,593人、世帯数は68,521世帯である。 市政施行前年の1970年の人口は25,105人で、多摩ニュータウンの入居開始以降急増し、1983年に10万人、台、1991年に14万人台に、達し、これ以降ほぼ横ばいである。2003年の住宅、土地統計調査で、多摩市は、空き家率8.6%と空き家の発生は少なく、 東京都59市中4番目に低い新規住宅供給量に対して需要が追いついていることから世帯数は増加を続けている。2014年現在の高齢化率は24.1%、年少人口比率は12.2%であり、多摩市の世代構成は全国平均と近い、同年の全国平均の高齢化率26.0%、 年少人口比率12.8%。なお、東市南部から周辺3市にかけて広がる多摩、ニュータウンの高齢化率は、東京都都市整備局の調査によると2014年現在 20.、20.2%で、ある。同調査では、多摩ニュータウンで最初の1971年に入居が始まった、長山地区の高齢化率は28.6%と、出ており、 初期入居地区において高齢化が進んでいることが問題となっている。こうした初期入居地区にある住宅は当時の水準から住戸面積が小さく、それゆえ家賃が安いため、年金生活でなおかつ二人もしくは一人の高齢者世帯にとって魅力的で高齢者が集中してしまっていると指摘されている。2011年の多摩市の人口想定では、 人口のピークとなる2026年まで横ばいから微増し、それ以降人口の減少が始まるとされている。2031年までの高齢化率の推移の想定もされており、多摩市の高齢化率は2015年頃に日本の高齢化率とほぼ等しくなって、以降は日本の高齢化率に前後する形で推移すると見られている。昼間人口や間人口で算出される。 2010年の昼夜間人口比は0.99である。昼間人口とは、市外からの通勤者と通学生の人口及び居住者で市内に昼間残留する人口の合計で、これは14万5569人。夜間人口とはすなわち居住者人口のことで14万7648人。昼夜間人口比を年齢別に見ると、十五歳未満点零二。 15から19歳、0.94、20から24歳、1.18、25から29歳、1.00、30から34歳、1.00、35から39歳、0.98、40から44歳、1.01、45から49歳、1.02、50から54歳、1.00、55から59歳、0.90、 60から64歳、0.88、65歳、以上、0.96となっている。多摩市では、住居表示に関する法律に基づく住居表示は、実施されておらず、土地区画整理事業施行区域を含め、町名と地盤を整理する方法、町名地盤整理により、住所整理が実施されている。現在でも使用される場合がある、多摩村町、多摩町町、 多摩市長特別会計打ち分け、2011年度1、国民健康保険154.5億円2、介護保険62.4億円3、下水道事業26.8億円4、後期高齢者、医療22.3億円5、介護保険サービス事業0.4億円。2011年度の主要な財政指標は、以下の通り、 2009年の多摩市の実質交際比比率は0.0%で実質的な借金はないということになり、これは東京とかで多摩市が唯一である。2011年、平成23年も引き続き0.0%を維持している。多摩市では自治体職員の平均年収が2008年4月時点で約845万円であり、 全国の自治体職員平均年収のトップであると報じられた。2001年に地方自治体として初めて障害者でなく障害者という表記を採用した。これ以降自治体や民間企業を中心に同様の動きが広がったが、1回の発行部数が1万部以上のものの2004年より日本プロサッカーリーグ J リーグ加盟の東京ベルディ1969に出資している。出資を開始して以来同クラブと共同して様々な環境啓発活動に取り組んでおり2008年には多摩市、東京ベルディ京仙女学園大学の共同制作によるオリジナルマイバッグが平成20年度あなたに使ってほしいマイバッグ環境大臣賞マイバッグ作品部門にて第2位を 2010年には、多摩市、ベルギエコタンブラー事業が、平成21年土曜期放送3、R 推進環境大臣賞地域の連携、共同部門にて、奨励賞を受賞した。また、市は、2011年2月14日付で、同クラブと、市立陸上競技場の活用に関する協定を、2012年4月20日付で、まちづくりの推進に関する基本協定を締結した。 市内全域、1998年以前は0423。2018年4月16日現在、衆議院小選挙区選挙では、町田市と共に、東京都、第23区に属する。近年選出の議員は、以下の通り。稲城市と共に、東京都議会南多摩選挙区に属する。定数は2人。近年選出の議員は、以下の通り。ネギ。 ほうれん草を作っている農家が多い。毎週月曜日、木曜日に、成石桜ヶ丘駅前で開催される、行き行き市では、多摩市内の農家が野菜を販売している。多摩市内では、広域型業務、商業地と位置づけられている成石桜ヶ丘駅前や、多摩センター駅前に商業の集積があるほか、長山駅前や幹線道路にも大型商業施設の立地が見られる。 商業の魅力や競争力を測る小売吸引指数を見ると2007年時点で多摩市の小売吸引指数は103.6となっているこの数字が100を超えていると買い物客が流入傾向にあり100を下回ると流出傾向にあることになり多摩市は周辺自治体から買い物客が流入傾向にある周辺自治体の小売吸引指数と比較すると南に接し 同じく小売吸引指数が100を超える町田市、102.2と競合しながら、多摩市は北及び東西方向から買い物客を集客していることがわかる。成績桜ヶ丘駅周辺、京王多摩センター駅、小田急多摩センター駅、多摩センター駅周辺、京王長山駅、小田急長山駅周辺、その他、京王電鉄の本社があり、京王グループの 各本社も多い。また多摩センター駅周辺には1990年代以降、多くの企業が進出している。都市センター地区及び多摩センター北地区と定められた範囲を多摩センターとして補足する。多摩ニュータウンでは、マスタープランに基づき、一熟区につき、小学校2校、中学校1校が設置されている。ただし、1970年代の初期入居エリアでは、 第二次、ベイビーブームの影響をまともに受け、一重区に対し小学校4校、中学校2校の計画がなされ、これらは少子化の進行の中過剰となって同配合が進むことになった。1994年に中須は小学校、1996年に東、長山小学校と南長山小学校、1997年に、 西長山小学校が廃校となり、通学区域は、北、諏訪小学校、南諏訪小学校、長山小学校、宇流小学校などに編入された。2011年には、北豊が、岡小学校と北海鳥小学校、南豊が、岡小学校と南海鳥小学校がそれぞれ、統合し、豊が岡小学校と海鳥小学校となった。 さらに、2013年以降に、東、あたご小学校と、西あたご小学校を統合する計画があり、両校及び、多摩第二小学校の通学区域の見直しについても、合わせて検討されている。一方で、統合後の小学校において、児童数の増加から、児童数が800を超え学校運営に支障を、きたしたり、老朽化により建て替えた、小学校で予想以上に、 児童数が増加して、校庭を利用したプレハブ校舎が検討されたりも、している。こういった学校では引き続き児童数、生徒数の増加が見込まれており、多摩市内の年少人口はほぼ横ばいで推移している、ものの地区ごとに大きく、偏りがあることがわかる。多摩ニュータウン区域内では、歩車分離が徹底され、歩行者専用道路を通じて通学することができる。 すべての私立小学校がユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育、エスドに取り組んでいる。すべての私立中学校がユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育、エスドに取り組んでいる。都立校は他に南の高等学校があったが2004年3月に閉行、跡地は隣接する、京泉女学園大学が所有。 卒業生への証明書類発行などの事務は同じく並行した稲城高等学校の跡地に開校した若葉総合高等学校が引き継ぐ。多摩市内には7館1分室の私立図書館がある。上記いずれの施設も年末年始特別整理期間原則年1回は休館となる。多摩市立図書館は図書、雑誌の貸し出し冊数を制限していない。 貸出し期間は15日間となっているが、他の利用者の予約がなければ、もう2週間の延長が可能。増書数は2011年3月31日の時点で77万9182冊。多摩ニュータウン関連の資料の収集に力を入れており、それらの資料はおよそ19000点ある。多摩市民のほか近隣市の市民、日野市、稲城市、八王子市、町田市、 調布市、府中市、または、多摩市内に在勤、在学するものであれば利用者登録をして、資料を借りることができる。ただし、資格によっては、資料の予約ができないなどの利用制限がある。さらに、多摩市民は、日野市、稲城市、八王子市、町田市、調布市、府中市の図書館を利用することもできる。その場合、利用者登録手続きは、それぞれの市の図書館で行う。 開館時間、休館日は各館により異なる。本館では2009年より、試行的に開館時間の夜間延長を行っている。図書返却用のブックポストが、各図書館の他に、福祉ショップ、多摩センター駅前、独立稼働式にある。2006年10月には予約した資料を福祉ショップにて、受け取ることができるサービスも始まったが、同サービスは2010年3月をもって終了した。 これは本館が落合2丁目に移転したことに伴うものである。市内7番目の図書館として2011年に開館した唐木田図書館は直営を基本としつつ可能な範囲で業務委託を取り入れるという方針のもと窓口業務を図書館流通センターに委託して運営している。2006年に市ゆかりの著作物や市民が自費出版した著作物を集めた 多摩市民文庫のコーナーが本館内に開設された。2010年3月現在の蔵書数は421冊。著者によるリレートークなどの企画も実施されている。多摩市には中央図書館、中央図書館機能を持つ図書館が存在しないことから一部に建設を求める声があり、2000年2月には多摩市に中央図書館を作る会略称は 作る会が発足した。作る会が2010年4月の多摩市長選挙、市議会議員補欠選挙を前に立候補予定者に実施したアンケートでは、あなたは中央図書館を必要と考えますかとの問いに対し、回答した7人のうち6人が、はいと答えた。安倍博之元市長はこの中で、中央図書館の必要性を認めながらも、財政的な観点からは、 箱物の建設は慎重にならざるを得ないでしょうと述べ、多摩市は拠点域が分散していることと、交通のアクセスが分断されている状況から、まずは地域の図書館を充実させていきたいとの考えを示した。上記の出典は、多摩市立図書館編集、多摩市の図書館、平成22年度54から58ページ。 二千十三年に開催される第六十八回国民体育大会スポーツ祭東京二千十三東京国体では総合体育館がハンドボール競技少年男子少年女子の会場に陸上競技場がサッカー競技青年男子の会場になる予定また市内ではスポーツ吹きや少年少女スポーツサッカー少年少女スポーツハンドボールの三つの デモンストレーション行事、デモスポが行われる予定。なお、国体玉市事務局は、パルテノン玉5階に設置されている。病気の予防から、医療、介護までに一体的に取り組むだけ地域、包括ケア推進のため、武田薬品工業と2018年8月に、協定を結んだ。長山駅、玉センター駅間では、京王相模原線と、 小田急多摩線の線路が並走し、両線の列車が同方向に並んで走る様子が見られる。多摩モノレールの多摩センター駅から町田駅方面、八王子駅方面への延伸が東京都による次期整備路線、導入空間の確保に着手すべき路線とされており、すでに町田方面へは多摩市内の全域と町田市内の一部で導入空間が確保されている。 2013年には、町田市が、多摩都市モノレール、町田方面延伸協議会を設立し、町田市として、延伸を推進することとなった。他にも東京都の都市計画において、南多摩駅、これまさ駅への延伸が構想されている。小田急多摩線の唐木田駅から JR 相模原駅、上溝駅への延伸も、国の鉄道整備に関する基本計画で、 今後整備について検討すべき路線となっている。相模原市では、新、相模原市総合計画で、小田急多摩線延伸促進事業は重点プロジェクトとして位置づけられており、小田急多摩線延伸ニュースを不定期で発行するなど、積極的である。2011年には、町田市と相模原市が行動で、小田急多摩線延伸に向けた検討調査が行われ、 事業具現化の可能性があるとされた。多摩ニュータウンの新住宅市街地開発事業で整備された地域の都市基盤には各住区を結ぶ歩行者専用道路、遊歩道のインフラが網の目のように整備されている。この道路網は多摩丘陵の高低差をうまく利用することで車道と歩道を平面交差することなく立体的に分離し、モータリゼーションに起因する交通人身事故が 発生しにくい安全な街を目指したもの。これら歩行者専用道路のほとんどは、植栽を施したアメニティ空間の緑道となっており、区域内のすべての住宅、施設、公園や学校が結ばれている。多摩センター駅前や長山駅前の歩行者デッキにも接続しており、区域内の移動だけでなく、駅前へも歩行者専用道路だけでの移動が可能である。一部の歩行者専用道路、 遊歩道には、愛称が付けられている。ある程度の広さを持つもの、及び貯水槽などの設備を有するものを記載する。柿以外にも、公園、緑地は、約200箇所に多数存在する。公園面積は、多摩市域の11.18%を占め、これは、東京都の中で1位である、人口あたりは2位。また、多摩ニュータウン区域内においては、 歩行者専用道路、遊歩道が新宿内でネットワーク化されているのが特色である。車道とは立体交差になっていて、これにより住宅地から駅前、公園や学校などへ車道を一切横断することなく行き来することができる。パルテノン玉並びに鶴巻西公園は玉市からの富士として関東の富士見百景に選定されている。両地点では年に二回。 ダイヤモンド富士を見ることができる。多摩市内の公的賃貸住宅は下記の通りである。多摩市には中堅所得者を対象とした UR 都市気候賃貸住宅、JKK 賃貸住宅、所得の低い方を対象とした都営住宅、市営住宅がある。多摩市では1980年代から多目的ドームの建設を求める市民運動が展開されている。 その他、ドラマや映画のロケに、多摩市が頻繁に登場。近隣市を含め当地は、武蔵区に摩郡の一部であり、東京都の内特別区と当初を除いた地域は、多摩地域、多摩地方、あるいは多摩地区と称され、さらに、神奈川県にも多摩地域という故障がある。このため、多多摩、多摩、多摩川のつく地名、施設が本市以外にも多く見られる。下記の例は、 代表的なものであるが、特に施設名や学校名については他にも多数ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。